にちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日の動画は、はい、以前より気になっておりましたカッサについて、まあ、カッサっていうのはプレートで肌をこすったり圧をかけたりすることで血行を改善してくれて老廃物の排出っていうのを促してくれることで、まあ、むくみ解消であったり小顔であったりリフトアップ効果、代謝アップっていうのが期待できる美容法なのですが、特に私最近肩こりがひどかったり、今私皆さんご存知ぽっちゃり体型なので、そうするとね、なんか血行がすごく悪い気がして、それにね、肩太りなんですよ。なんか肩ね、まあ、気になってるとこいろいろあるんですけど、ぜひとも揉みほぐしたいということですごく興味があって実際にやってみたくなりました。本日使用する商品こちらなんですけども、ご提供いただいておりますので、ちょっと何週間か前に手元アップでねご紹介してるんですけど、実際いろんなとこやってみておりますので、そちらの動画ご覧いただけたらと思います。どうぞ。はい、本日使用する商品はこちら、ロイロサのカッサプレートとバームでございます。ちょっと中開けていこうかなと思うんですが、オープン。このハンペンが入っておりまして、これは使い方とかかな、こんな感じで使えるよってちょっと図解が載ってますね。そして持ち歩き用の巾着袋でございます。このような感じからのロイロサさんのカッサプレートでございますね。すごい、こんな本格的なの初めて。こちらですね、美容大国韓国で熟練のエステティシャンのこうなんか極上の指技、それを自宅で簡単に再現するために開発されたカッサでございます。いろいろな手の部分っていうのが一つのカッサにまとめられていて、倦怠感からの解放っていうのをサポートしてくれる商品だそうです。しかもこれね、レンチンで温められんねん。すごくない？最新改良版となっておりますので、本日はこのカッサを使って体中ね、ちょっともうカッチカチなんでね、ほぐしまくっていこうかなと思います。また商品紹介最後にしておりますので、よろしければご覧いただけたらと思います。そして同じくロイロサさんのバームでございますね。これ何かって言ったら、カッサってさ、皮膚をそのままガーってやったらいいんやけど、要は潤滑油的なものがないと肌を痛めてしまうんですよ。なのでオイルを使ったりとか、そういうのがまあ一般的かなと思うんですけど、こちらのバーム、シカでございます。シカバーム、シカのバームってあんまり聞いたことないと思うんですけど、こんな感じの商品なんですけど、シカは鎮静作用があったりとかするので、カッサとの相性めちゃくちゃいいんですね。珍しいかなと思うんですけど、こんな感じキャップがついてまして、いいよこれちょっと、おトゥルントゥルン、あ、なんか懐かしい香り。塗ったらですね、こんな感じ、ちょっとここテカテカしてるのわかるかな。こちらのシカのボディーバームっていうのを本日使いながらやっていこうかなと思います。はい、実際にやってみようということで、もう撮りはね、もうなんか撮影とか編集とか終わって今ヘロヘロ状態の心でございます。こんにちは。ちょっとこの疲れをね、カッサで取り除けたらなーって思うところでございます。まずご準備いただくのが、カッサとオイルとかそういう潤滑になるものっていうのは必ず使っていただけたらなと思うんですが、本日使用するのは先ほどご紹介しましたロイロサさんのカッサとバームでございます。カッサってね、いろんな形あったりとかするんですけど、まあ割と一長一短なんですよ。この形っていうのは、いろいろ使える部位があるやんか。でここが持ちやすい、別に持ち歩きできるぐらいの軽さではあんねんけど、カルカルじゃないねん。こういうしっかりとしたカッサって生まれて初めてなんですけど、私めっちゃなんか本物って感じがする。ある程度こうしっかりしてんねやんか。なのでカッサ選びを考えると、やっぱりプラスチック製のものとか、前にねブログで出たことがあるんですけど、全然違うので質感とか、なんかねやっぱりね軽いもので押してもあんまり感じんのよ。なのでこういうしっかりとしたものをご用意いただく方がいいかなと思います。あとこの潤滑のものなんですけど、美容液的なものだとすぐ乾燥してしまうので、必ずしっかりとしたオイルだったりこういうバームだったり、まあ、専用のものじゃなくてもいいねんけど、しっかり潤滑するものっていうのをご用意ください。そうすると肌の中には作用するけど肌は痛めないっていうことが可能だと思うので、あと肌がこう伸びちゃったりね、顔する時とか特にそういうことがなくて安心です。ちなみに私ね、この後お風呂入るんですけど、お風呂の中でボディーソープとかつけた状態とかね、湯船に浸かってる時にグリグリってやるのもおすすめらしい。ちょっと今から楽しみやねんけど、あとちょっと注意なんですけど、ごめんね長くって、今からやっていくからね、ごめんね。これね、力が強すぎたりとかすると簡単に真っ赤っかになることがあるみたいなんで、なんかね専門店とか正しい施術で赤くなるっていうことはあるみたいやねんけど、個人でやる場合っていうのは赤くなるほどするのはおすすめではありません。なんかちょっとピンクになるぐらいやったらええけど、内出血するみたいな感じまでゴリゴリにやるのはあまりおすすめではないかなと個人的には思います。ということで早速やっていく。
ず、はい、頭部でございます。頭の凝り固まった頭皮を和らげて、血管やリンパの流れを良くすることができるので、育毛とか白髪予防とかそういう効果も期待できるみたいです。ヘアトニックとかつけてもいいねんけど、別に何もつけなくても髪の毛がクッションになってくれるみたいなんで OK です。もちろんお風呂の中でやっても OK。 まずはこのなみなみになっている部分で頭のてっぺんからサイドに流していきます。ほう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 、こういう感じですかね。続きまして、この突起部分を使って生え際から後頭部に向けてジグザグに流していきます。あ、これ気持ちいいかも。あ、これや、これ、私これめっちゃ好きですね。ちょっと髪の毛ボサボサになるのはごめんやで。めっちゃ気持ちいいかも。あー気持ちいい。下から上かな、下から上かな、上から下かな。やっぱりあのね、この首のさ、後ろの髪の毛ボサボサでいく、でも後頭部の首の付け根あたりのところとかあるやんか、そういうところをここの突起のねジグザグでやるとめっちゃパワーがすごい。なんかこのなみなみのね、これも良かったんですけど、正直ね髪の毛のクッションがありすぎてっていうか、私の場合あんまりこうちゃんとやったらいけるんやろうけど、まあ、ミスの中とか、まあ、でもお風呂の中とかの方が効きやすいんかなって感じなんやけど、あんまり効果感じなかったんですけど、この2個の突起のところでやったらすごい、目覚める、なんかね頭がすっきりするわ。これなんかもうずっとやってたいねんけど、あんまりね同じ箇所をやりすぎるのは良くないらしい。そりゃそうか。めっちゃ気持ちいい、マジでこれいいわ。これ最高、これマジで最高。指で例えばこうやってこうやるじゃないですか、こう押してみたりとか、もう全然感覚が違う。今こうやってやってみたけど感覚が違う。こういうしっかりとした硬い突起でこうやってやるのと、指でこうやってやるのともう全然違う。全く別物。すごいな、こんなにやれないんや、カッサって。頭ね、マジ思ってる5倍ぐらいリアルに気持ちいい。この辺はあんまり何も感じひんねんよ、逆に。やねんけど、この頭頂部がすごく感じるというか、ちょっと感覚が強い。だからなんか効いてるって感じるところがあるっていうのは、やっぱりこう凝り固まってたりとかするんかな。このジグザグ、頭皮のジグザグめっちゃいいわ。はい、続きまして、顔と首は、ちょっとお化粧取れちゃうので最後にしていいですか？とりあえず肩いこっか。肩のね、ここのこんもりしたところをちょっとどうにかしたいという気持ちがあるんですが、はい、このこんもりとした肩をどうにかしたいということで、これ今バームを塗っていきます。バームタイプ塗りやすいね。で、このさ、マッサージしてさ、肌が赤くなるのが、傘ではよくあることじゃないですか。それを、歯科の鎮静作用で、その場で鎮静してくれるっていうのはすごくいいことかなって私的に思うんですけど、ではこの B の部分で、この突起の部分で肩部分をちょっと滑らしていきます。あ、このタップの突起だけ使う方が気持ちいいね。あー、なるほど、もうすごいピンポイント。このさ、こぼってしたところをさ、ピンポイントでさ、指でグイーってできるのがめちゃくちゃ気持ちいいし、すごく滑りいいですね、やっぱり。そしてこの A と C のところも使えるみたいなんで、やっていこうかなと思います。私的にはね、このなみなみ、どうやろな。あ、なみなみもなみなみで気持ちいいねんけど、ここが一番威力が強そうな気がする。いや、でもマイルドやな。これ多分ね、滑りがいいからマイルドなんやと思うねん。ここにね、なんかあるのがわかるというか、張ってるのがわかるから、とりあえずこのダイレクトにね、ここを、私すごいマッサージしたかってんよ、マジで。でもさ、自分でやりようがないし、硬いから、カッサはね、マジでダイレクトで届いてくれる。ちょっと赤くなってきてる？なんかね、そんな力入れてないねんけど、割とね、肌は滑るねんけど、肌の奥のこの、硬い筋肉のところにしっかり届いてくれてる感じがする。そしてまあ、届くなら、こういう肩甲骨のところですね、こういうところ。こういうところも上下してあげるといいみたいです。今ここ使ってんけど、本当はねこのなみなみのところでやったりとか、こういう感じで肩甲骨と肩のラインとかまでもし届くのであればね、ここが割とね、このカーブが割とフィットしてくれるので、パコって感じでパコってはまんねんやんか。これで左右に振ってもらうみたいなことをしたらいいみたいです。そしてこのガチンガチンな二の腕に関してもマッサージしていこうかなと思います。まずはバームをしっかりと塗って、ちょっと全面やるんで全面塗っときますね。こちらに関してもこの A と C を使っていこうかなと思います。まずはこのなみなみからちょっと使って全面を上下します。この二の腕の全面ね。そしてもちろんのこと、二の腕のこの内側っていうのもしっかり上下していきます。そしてこの後ろ側、二の腕の後ろ側っていうのもしっかりと、これ持ちやすいからやりやすいわ、上下していきます。私みたいに肩太りさんじゃなくって、肌が柔らかい方っていうのはそんなにね力入れてマッサージしなくていいと思います。基本的
に体の柔らかいところっていうのは軽いマッサージで大丈夫やと思うねんね。私みたいに私二の腕も硬いんですよ、割と肩太りやから。そういう血行が滞ってそうな方は言うてそんな力は入れずやけど、軽くっていうよりはちょっと、赤くならん程度にやけど気持ちいいぐらいの力を加えてやるのがいいんじゃないかなと私的には思います。ゴリゴリすんねん。このさ、なみなみ使ってゴリゴリしてんのかなって私思っててんけど、じゃなくってこのまっすぐ面、この面を使ってやってもゴリゴリゴリってすんねん。これってさ、多分脂肪の塊やと思うねんやんか。わかります？なんかね、あの脂肪の塊ってね、そう簡単にこう溶解できるものではないよ。ないけど、やっぱりね、こういう外からのマッサージっていうのをするのとせえへんのでは大違いなんですね、やっぱり。例えば、足のリンパマッサージとかもさ、手でやるのしんどくないですか？そんなね、握力ない人って、私握力えげつなくないんですけど、そういう人ってさ、こう、ゴリゴリってするまでのマッサージってできないんですよ。こういうのって結局プロにやってもらうしかないから。やねんけど、カッサだったらば、普段だからあまりね、血行が良くない部分っていうのって、触ったら割と冷たいところだと思うんですけど、私体中触っても冷たいねんよ、割と。肌表面にあんまり血行がいってないねん。どっちかっていうと、肩太りなんでね。そういう人は、一旦ね、こういうのでマッサージをしてやね、しっかりと肌表面まで血液循環させてあげるっていう意味でもいいんじゃないかなって私思うんですね。だからカッサすごくやりたかってんやんか。はい、二度でピンクになりましたけど、この辺で留めておくのが私的にはいいかなと思います。割とね、ちょっと痛々しく見えるかもしれへんねんけど、全然力入れてないです。続きまして、腰部分でございます。ちょっとさすがにお出しできないんでというところなんですけど、こんな感じで体にもしっかり使えるので、もちろんお腹とか、そういう部分もマッサージしてあげるといいんじゃないかなと思います。特に私みたいな肩太りの方、あと肩こりとかそういうのでね、悩んでらっしゃる方はいいんじゃないかなって思います。割と効果感じた。あと腰に関してはね、このポッチの部分でこうやって上下するのも気持ちいいし、このポッチに関しては足の裏、これが足の裏とするやんか、ちょっと汚いからお出しできひんけどさ、角質だらけで。足の裏やとしたら、足のこのここの骨のここ側をグリグリグリってやったら、すごい気持ちいいみたい。あ、これ足つぼにすごくいい。今やってるんですけど、めっちゃ気持ちいいわ。生まれて初めて足つぼやった。こんな感じなんやね。そしてふくらはぎに関しても、バームをしっかり塗ってですね、そしてこのなみなみ A と、ここの E を使っていきます。あ、これすごい足汗できそう。なんかさ、足用のローラーとかあるじゃないですか。割と安いやつで、なんかこのパコってしてぐるぐるってこうローラーが走るやつ、あれ使ったことあんねんけど、っていうかまた家にあんねんけど、足痩せには絶対カッサやと思う。なんかさ、その体の部位とか肩こりとか、そんなんももちろんやねんよ。今なんかね、あれはもう右の肩やったんですけど、もうポカポカしてるもん。もちろんのこと、そういう血行とかリンパの流れとかそういう意味でもいいと思うねんけど、足のマッサージってほんましんどいやん。足マッサージには絶対カッサって思う。そしてこの E の部分でもやっていこうかなと思います。でも無理な体勢でさ、撮影してるからちょっとあれやねんけど、これピンポイントよね。すごいピンポイントって感じ。なんかどこの部分にさ、一番効果が出るかって分かりにくいからさ、なんかいろんなところ、いろんな部位をね、こうやってやってんねんけど、ここをこう通すだけで、2つのポッチのこの内側がちょうど当たってくれんねんやんか。なので、すっごい気持ちいいですね。なんかピンポイントでマッサージができてる気がする。はい、そして最後にお顔をちょっとでやっていこうかなと思うんですが、こっちやっていくね。まずはちょっとこめかみやっていこうかなと思うんですが、バームを塗っていきます。くるくる。それでこの1番の突起のところ、 B の突起ですね、を使ってぐるぐる回していきます。こういう感じで回してもいいんかな。ここのツボに当てて回すと頭がすっきりするらしい。ほう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 。あのこっち半分やるんで、こっちの半分の化粧はだいぶ取れると思うんで気になさらずそしてまたバーム塗っていくんですけど、この小鼻の横のとこ、ここのとこ、このラインね、ちょっとバーム塗ってですね、ここっていうのを、あーでもすごいな、やっぱりなんかここで感じるさ、なんか感覚がね、すごい手元にね、ダイレクトに伝わる、なんていうかな、肌の凹凸というか、ここのラインをこう上下にマッサージみたいな、ちょっと小鼻のとこもほぐすみたいな感じでマッサージすると、鼻筋がすっきりするよということでございます。もうニュルニュルやからね、肌への影響はほとんどナッシングでございますね。こんだけさ、ダイレクトなマッサージってできるんやね。あの前のさ、なんかあの雑誌付録で出たカッサの時、ここまで感じんかってんけど、あれなんか電動カッサみたいな感じだったから、プラスチックのね、軽い感じやってんやんか。ほんでブーってやって、まあ気持ちいいけど、初めてのカッサとりあえず私やってみたかったから、あ、こんなもんかーって思ってんけど、このセラミック製のやつで全
全然違う。言い方を変えたらゴリゴリやろうと思ったらちょっと力加えたらゴリってできるんやんか。だからあんまりね力を入れないように逆にしてるんですけど、すごいダイレクトにいくわ。でも肌は全然ね、なんか痛くも痒くもないというか、ほとんど肝心みたいな感じなんやけど、肌の中にねダイレクトに伝わる感じがすごい。私ねここってあんまりこうすぐ骨って感じやねんやんか。だからまあうんって感じやねんけど、このお鼻の周りが割と柔らかい方であったりとか、すぐ骨っていうよりはちょっとここに厚みがある方っていうのは、こういうマッサージをすると割と鼻シュッてしやすいんじゃないかなと思います。そしてこの C を使って眉毛から額へ滑らせます。ということで鹿バーム塗っていきます。塗り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 、鹿なんでね、ちょっとあのメンタームみたいな感じでヒャーってする感じの成分が入ってるねんよ。そういうのが苦手じゃない方はいいと思うねんけど、私はなんかすごいスッキリして気持ちいいなって感じではあるんですけど、でこの C の部分で額をちょっと上下上下していこうかなと思います。こういう感じか。あ、額にフィットやわ。すごいフィットする。なんかね、あのうわめっちゃなんかあれやわ、額ってボコボコしてくるやん、わかります？年食ったらさ、なんかちょっとボコついてくる感じ、それをなんか一掃できそうな感じがする。でこの鹿バームって割とこうメントールというか、メントールキャーってする成分が入ってんねんよ。それプラスなんか鎮静化してくれる成分が入ってる感じなので、そのヒヤーってする感じが嫌じゃない方はいいと思うねんけど、あなんかおでこいいわ。あのねおでこって割とね、頭もそうですけど、肌が伸びたら意味がないから、しっかりと潤滑なものは塗らないといけないんだけど、しっかりマッサージしてこう落ちてこないようにねするのが大事かなと思います。おでこのシワができるのっていうのは、こう全体的にこう落ちてきちゃうんよ。落ちてくるから、それで目開いた時にこう開きにくいやん。だから眉毛をこうやって上げようと思って、ほんでこうシワがいっちゃうみたいなことだと思うので、まあ、こういうところもしっかりカバーしてあげるのがいいんじゃないかなって思う感じでございますね。ちょっとごめんね、ファンデーションついちゃってるけど、この C の部分でこれが一番やりたかった、この首から下でございますね。あとバーム塗ってやな、ここがねほんまパコってはまる感じなんよ。この突起は感じひんやねんけど、ここかな、ここのカーブがちょうどいい感じなのかな。もうパコって感じだね、めっちゃはまる。ここを上下してあげます。あの均等にね圧がいくねんよ、この一列均等って感じ。めっちゃ気持ちいいかもしれん。ここってあのリンパとかもそうですけど、あのリンパ腺腫れる人ってここが腫れたりとかするやんか。あとやっぱりね、あの顔のむくみの原因とかもこういうところのマッサージで割と改善したりとかするから、こうフェイスラインがシュッてしたりとかするからさ、ここね、ここマッサージしたかった。この耳下のこの辺のたるみ太っとるからさ、すごいムチッとしちゃうんやんか。ここすごい気持ちいいかも。ほんでこれはもうなみなみとかじゃなくて、もうここがベストフィット。マジでもうパコッとはまる感じ、ちょうどいい、めっちゃ気持ちいいかも。ここでございますね。なんかフェイスラインちょっと若干シュッとした気がする。私ねここのたるみがすごい嫌やってんよ。なんでちょっとこういうところもやろうかな。例えばさ、指でこうやっとってもさ全然何もならへんやんか。で力入れて例えばこういうところでこうやってやってもさ、素人やったらなんかうまいこといかへんやん。やねんけどセラミックって滑りもいいし、ほんでここの薄さ、この厚みというか、これが多分ちょうどいいんか分かれへんけど、なんかねゴリゴリゴリって引っかかんねんやんか。ここをだからこう和らげていくというか、そういうことをしたら割とむくみとかね、そういうのが改善できるんじゃないかなって思いますね。これカッサってこんないいんや。ほんまねずっと興味あったんですよ。なんか前から言ってたやんか、前のあのブロックのカッサ出た時からさ、カッサ気になんねんっていうのは言ってたと思うねんけど、ガチのカッサっていうのを初めて手にしたから、こんなちゃうんやなっていうのをすごい思いました。はい、どうでしょう、こっち半分やりました。なんか顔歪んでない、大丈夫そう。なんかねこっちすごいでもすっきりした気がする。若干もうフェイスラインがキュッてなんか入った気がするな。まあでも1回だけなんでね、まあ、今日からちょっとこのカッサ使っていこうかなと思います。バームに関してはすごいこうヒヤーってするので、メンソール系のやつが苦手な方はオイルとかでね使ってやっていただけたらと思います。でちょっと今日からお風呂も含めねしっかり使っていこうかなと思います。なんかねこれボディーバームやから、お顔に塗るのはちょっと違うかも。お顔はねなんか乳液とか塗ってやっていただけたらなと思います。もちろんのことね、例えばこの面とか使ってお顔のこういう流れですね、くぼみをねこの目のくぼみ部分に沿わせたりとか、そういうのももちろんやっていただけんねんけど、お顔に関してはほんまびちゃびちゃに乳液つけてもらってやっていただくのが
がいいかなと思います。やっぱりこう肌が伸びたりとかしやすい部分だったりとかするので、ただニュルニュルにしたら全然 OK だと思うので、まあ、ちょっとむくんできたなっていう時はマッサージするのもいいと思います。おでこがすごいヒャーヒャーするボディーバームやって書いてあるのに顔に塗るっていうね。お顔は乳液でお願いします。ということでこれからですね、ちょっとしばらくカッサーしっかり使っていこうかなと思うので、お風呂とかでね今から使うの楽しみ、今日のお風呂でしっかり使ってくるでということで、しばらく使ってからの使用後のレビューもございますので、そちらもご覧ください。どうぞ。はい、使ってみて1日目の動画ご覧いただけたと思うんですけど、主にねお風呂の中で使うことが多いんですけど、一応数週間試してみました。これでですね思ったんですけど、例えばね二の腕とかがすごい柔らかい人とかは、まあこうさすることでね血行自体はすごく良くなるんだけど、どっちかっていうと凝ってる部位、凝ってるところってさやっぱり硬くなってるやん肩とか、そういう凝ってる部位にやる方が、まあ、分かりやすく効果的かなって思いました。で私ねこのロイロサさんで言ったらね、ここを使いましょうここを使いましょうみたいな感じで、その説明書通りにねご紹介はさせてもらったんですけど、例えばこれ使うんやったらば、いろんなとこでこうさすってみて、一番自分が気持ちいい部位でほぐしてもらったらそれが一番いいかなと思います。あとなんか使ってて思ったんですけど、お風呂の中とかは、まあ、もちろんお湯の中でも割とスルスルいくし、ボディーソープつけたらほんまニュルニュルやからめっちゃしやすい。でこれ自体がさ家電とかじゃないからセラミックなので、お風呂の中置いとけるんですよ。でそれプラス、まあ、お風呂の中ってね血行も良くなってるんで、そういうところでマッサージするっていうのが割と効果的かなって思いました。あと普段ね編集してる時とかになんか眠たくなってきちゃったりとかすんねんよ。そういう時にここのポチポチでこの頭のこれやったらね、ほんまなんかもうぷわーって目が開く。頭のやつっていうのは例えばくし形であったりとか、いろんな、また後でご紹介しますけどね、いろんな形のカッサっていうのは世の中にたくさんあるんですよ。やねんけど、これがいいなと思うのは、まあ質感もそうやねんね、割としっかりとした、まあなんかどっちかというと軽いよみたいな感じで、そんなに重たくないよみたいな感じでこのねロイロサさんはご紹介されてたりとかするんですけど、持ってみたらねもうしっかりしてる、重厚感って感じ。私からしたらどっちかっていうと、プラスチックのやつを知ってるからさ、でこの重厚感があるやつだからこそ、ちょっとだけの力、もう頭とか特にやねんけど、ちょっとだけの力でめっちゃ効果があるんやんか。だから力がない人とかはプラスチックのやつとかは使わない方がいいと思います。セラミックとか割としっかりとした素材のものを使う方がいいんじゃないかなと思います。でなんか石のやつとかもあんねんけど、天然石とかで、そういうのってちゃんとね割れにくい形のやつだったらいいんですけど、まあ割れちゃうリスクとかあったりとかするやんか。でセラミックはその辺強かったりとかするので、まあ、この子使った分にはねいいかなと思ったところでございます。あと意外とね服の上からいける、まあ直接の方がええんかもしれへんけど、バームもご紹介したんですけど、バームかなりこうメントールなわけですよ。でこうゴリゴリしすぎちゃうとちょっとヒャーっとするというかピリピリする場合があるので、でもその分ね、例えばさ腕とかゴリゴリした時に効きが早い気はした、この子塗ってる時の方が。まあそれは歯科成分が入ってるから、皮膚の炎症を抑えてくれる成分がもうインしてるわけやんか、まあ、そういう意味ですごくいいんかなと思ったんですけど、メントールが苦手っていう方は、まあ、お手持ちのオイルであったりとか美容液よりは乳液とかの方がいいと思うんですけど、そういうものを塗布してニュルニュルこうやるのがいいんかなと思うんですけど、まあワンチャンね服の上からでも全然できるので、要は直ってなってくると伸びちゃうんよね、皮膚が伸びたら垂れることにつながってしまうので、それは良くないから、肌に直接当てる場合は特にお顔なんですけど、とりあえず潤滑油的なものはすごく必要かなって思いました。あと首さ、多分私ね最初の動画でこういう感じで、まあこれでも別にいいねんけど、逆っぽいねこのポッチが奥かな、こっちの方がねフィットするかなって思いました、やってて。でここに関してはやっぱりお顔ってむくみやすかったりとかするので、でリンパの流れも滞りやすい。でそれプラス血行が良くないと顔色も悪くなっちゃうんですよね。上からファンデーション塗ったくったってさ、で皮膚に栄養が回ってなかったりとか、そういうことがあるとシワの原因になったりとか、だってほら物理的にさ血液の栄養がいかへんからさ、まあ、そういう原因にもなったりとかするので、このお顔のマッサージ、こういうマッサージね、これもすごく気持ちいいねんけど、お風呂の中でニュルニュルにしてやってましたけどまあでもシュッとする気はするやねんけど、お顔のマッサージあんまりちょっとしたくないなっていう方は、ここの首だけ、ここだけでもねだいぶ気持ちがいいと思うし、なんかねちょっとシワマシになったかなっていう気すらするもん。首のシワね、私これ生まれつきあるんですけど、今日ちょっとごめんなさいね、いつもやったらファンデーションと色合わせてさ、首ちょっと色合わせたりとかするんですけど、何も塗ってないからさ、今日色だいぶ差ある感じですか、大丈夫そうごめんなさいね、やねんけど、ここのシワがねほんとこうやってやることでちょっとマシになった気がしてんな。それプラス首ってね、デコルテってみんなさ美容液塗ったりとかケアは、まあ、ついでにね顔
顔のついでにまあしがちやんか。だから割とやってるよっていう方も多いと思うんですけど、ただマッサージってなってくると、例えばさ、プロのマッサージのお店とか行ったら顔と一緒にさ首もこなしてやってくれるわけやん。私行ったのだいぶ昔ですけど、まあでもそうじゃないですか。やねんけど、普段ってね意外と首って何もしなかったりとかするよね。ほんま美容液塗るぐらいで、この子でマッサージしてあげることによってなんか肌がね、なんか割とザラつきを感じてたんやけど、なんかねほっぺたと同じねちょっと柔らかくなった気がする。あとね、あの体で言うとお腹ってねちょっとやりにくかってんけど、私ポインヨンって出てるからやりにくかってんけど、あの吸い込まれてしまうね肉に。やねんけどさ、やっぱりお腹も例えば足もそうなんですけど、血行が悪い場所って結局肉がつくんですよ。脂肪が燃焼されずに残ってる場所っていうのはイコール血行が悪い場所じゃないかなって私思うんですね。なのでまあ皆さんね、ちょっと気になるわっていう場所ってさ、いろいろやと思うねんけど、お腹がポンって出るタイプの方、お尻の下のラインがちょっと気になる方、あとふくらはぎがゴリッとしててちょっと気になる方、足首がちょっとなんかこうくびれがない方とか、あとそのウエストのこの横のくびれがない方とか、なんか気になるよっていう箇所は皆さん様々だとは思うんですけど、まあこういう子でね、ちょっと一旦ほぐしてあげるとそれだけでも血行が良くなるし、あの入浴しててもその入浴効果っていうのがもっともっと上がってくれるんじゃないかなっていう、体感的にそう思いました。あとね、体をマッサージするのって、まあ、先ほどの話にもなるんですけど、めっちゃ力いるやん。もうだから私、足のマッサージなんかさ、あの寝る前にこうリンパマッサージとかされてる方とかいらっしゃるやん。なんかあのインスタ勢的な、もうそんなんできるかいっていうぐらいさ、あの非力勢の私からするとやね、あのごっついけど非力やねんやんか。力いるとすごく大変やん。で実際例えばプロのエステティシャンの方とかがマッサージしようと思ったらさ、もうこんななってやってるやんか。あんだけの力をじゃあ自分で自分の体にかけれるかって言ったらもう不可能なんよね。やねんけど、こういう割と重みがあるしっかりとした素材のもので、私やったことなかったから全然感覚的にほんま初めてやってんけど、もうゴリゴリ言うねん。力全然入れてないねんけど、多分この厚みと材質とこの重さがちょうどいいんかもしれへんけど、この武器みたいになってるけど、これでやったら全然力入れんと、もうなんかその感触が伝わんねんよ。多分その脂肪の塊的なものの凹凸を感じんねやんか。ゴリ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 って感じやねん。なんか筋をゴリゴリしてるとかそういうことじゃなくって、大して力入れてなくってもゴリゴリゴリ感がすごい伝わんねんやんか、ダイレクトに手に。なのでそんななんか体中揉みほぐしますみたいな高級マッサージいけないじゃないですか。でそういう方は一旦ね、その例えばボディーソープでニュルニュルにしてもらって、あの体洗ったついでとかにこういうのでマッサージするっていうのはすごい大事やなって思いました。なんせ血行が悪いと痩せもしないので、だってさ、痩せようと思ったらそこに血液がちゃんと到達して、そこの脂肪分を使わないと分解しないといけないわけじゃないですか。やねんけど、日常生活してると人の体ってやっぱり硬くなるから、あの皮膚が柔らかい方とかね、やったとしても中の方が硬かったりとかする場合とかってあると思うから、もう私マジでカチカチやねん。なのでこの子でもみほぐすっていうのがいかに大事かっていうのが割と実感いたしました。でこれでね、例えばあのほらダブルローラーついてて、こうほっぺたをさ、こうコロ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 ってするあのコロコロローラーあるやんか。ああいうのはローラーでこう挟み込んでんねんね。皮膚をアップ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 ですごくアップにすると、皮膚をこうブワッてこう広げてんねんね。すごく部分的にではあるんですけど、だから肌が垂れる、ちょっとこうワンプワンみたいな感じでこうほっぺたが垂れちゃう原因になったりとかするんですけど、まあ、なのでね、お顔はもう一切マッサージしませんっていう方はそれでいいと思うねんけど、お顔もマッサージしたいけどでもそうやって垂れるのは嫌っていう方はニュルニュルにして、この子やったら表面はだってどうしたって滑んねんよ。やねんけど、その中の方、肌の中だけにアプローチしてくれると思うので、あのおでことかもやってましたけど、おでこ割とねゴリゴリしてるというか、なんかあのなんていうの、ちょっとシワができかけてた感じのところを平らにしたくって割とゴリゴリしてたんですけど、まあでもその首のシワといい、おでこのシワといい、なんかそういうのに効果があるとは思わんかった。シワがあるっていうのはこうあって、こうこの溝のサイドの皮膚がちょっと硬くなってるみたいな理由もあったりとかするんじゃないかなってちょっと思うんですね。そういうところをほぐしてあげるとちょっと平らになるというかいう感覚なんかなと思うんですけど、とりあえずこのフェイスラインと首っていうのが一番効果が分かりやすいんじゃないかなってなんとなく私的には思いました。そんなさ、なんかパッと見効果が出てるかどうか分かんないけど、でもなんかね、すごくここがすごいスッキリした気がする。あと体についても日々ね、もっと
続けて、なんかねちょっとだけ柔らかくなってきて、今までカッチカチ、もう足がね、私下半身マジでね超合金かっていうぐらい硬いねんけど、ちょっとだけなんか柔らかみが出てきてんやんか。なので今後もちょっと続けていこうかなと思います。あとね、お風呂に入ってる、こう使ってる時に暇でやることなくってしょうがないっていう方もいらっしゃると思うねんね。私そのパターンなんですけど、動画見ててもこうお風呂じーって使って、もうこれこれ暇でしょうがないねんやんか、なんかしてたくなるんですけど、そういう時とかに常にこうなんかどっか動かしとく、足とか体とか常にこうゴリ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 しとくと、ゆっくりね長く半身浴とかもできるし、一石二鳥かなって思いました。何もいらんもんね、マジでこれだけでいいからすごくいい。まあ、トリマね、あのカッサというものっていうのを私あんまりねなんか通ってこなかったんですよマジで。でも体がすごい硬いから、いろんなところがもう脂肪がもうギューってなっちゃってる感じがしてさ、自分の中で血行も良くないだろうし、いろんなとこ足もすぐ痺れるし、座ってるだけでなんか足痺れたりとかするしさ、いろんな面でなんか血行悪いんかな、なんか足が足先が冷え性だったりそういうのもあったりとかするから、改善できひんかなって前々から思ってたんですけど、揉みほぐすっていうのはこんなに大事なんやなっていうか、こんなに効果があるんやっていうのをびっくりした。カッサはマジでおすすめ。両方を守ってね、必ず両方を守った上でですけど、やりすぎも良くないし、肌が炎症を起こすのも良くないから、ほどほどになんやけど、お風呂の中で自分で加減してね、ちゃんと肌が傷つかないような状況下でやるんやったらめっちゃいいと思う。なんとなくこの私のカッサ愛が伝わっただろうかそんな感じの感想でございました。マジでこの首のシワがさ、ちょっとマシになったのがびっくりした。ということで、今回ね私が使用しましたこちらドイロサっていうブランドの本格的カッサなんですけども、ご提供いただきましてすごい使いやすかったので、ここでご紹介していこうかなと思います。この商品は開発者さんの奥さんが乳がんにかかっちゃったんだって。でその闘病中に奥さんのために開発された商品だそうです。だからこう身内の方がね、病院の中ってさ家電とかあんま持って入られへんやんか。でカッサだったらすごいどっか痛いよっていう時にこうちょっと自分でマッサージをすることで痛みを緩和したり血行が良くなったりとかするんじゃないかっていうことで、いかに使いやすいか、いかに自分で少しの力でマッサージができるかっていうのを開発された商品ということでございます。で韓国で3万個、台湾で1万個売れたんだって。今現在日本では幕開けっていうサイトで販売されてんねんね。でカッサプレートっていろんな形のものがあるんですけど、この画像を見てもらったらわかんねんけど、ほんまにいろんな形のやつがあったりとかするやんか。でこの子はなんでこの形かというと、まあ、途中でもねちょこっとご説明しましたけど、手の形っていうのを表現してんねんね。こういう突起はこうやってこうやってマッサージする部分であったりとか、このなみなみとかやったらグーでこうゴリゴリってこうやってマッサージするところだったりとか、こことかやったらこういうところでこうやってマッサージするっていう部分だったりとか、だから手軽に全身に使えるっていうことと、あとね購入された方のねコメントであったんですけど、普段ねプロの方にマッサージを受けてらっしゃる方やねんけど、そのお店の方に傘見せてもらってんて、そしたらなんか日本とかでは売ってないカッサ、なんか特殊なカッサを使われてて、で本場のものっていうのはなんか材質とか形も全然違うんだって、日本で流行ってるやつと。でそれにわざわざこうマッサージ店に行かなくても個人で使いやすいように工夫してくれてる、なんかそういう設計をしてくれてるみたい でこの素材セラミックなんですけど、割とこうほんま重厚感があんねんけどね。あとセラミック研究所で有害物質検出実験っていうのを行っていて、安全性も立証されてるんだって。あとさ、これほんまいいねんけど、熱にも強くってセラミックやからレンチンできるっていう、まあ最初にも言いましたけど、電子レンジでね約1分間チンするとこう大体41度から45度ぐらいになるんだって。ほんで15分持続しますということで、実際やってみたらね、なんかねほんのりあったかいかな、お風呂でさこうやってお湯触った時ぐらいの温度になってくれて、だからつけた時にこうヒヤッとしないというか、割とね長いことぬくいね、不思議と。あと夏場やったら逆に冷凍庫で約10分冷やすと大体10度から18度、まあ、ちょっとヒヤッとするかなっていうぐらいになって、25分から30分ぐらいは持続するらしい。これまだ試してないねんけどね、夏場ちょっとさ暑い時に試してみようかなって思います。そんなさ、私カッサレンチンとか初めて聞いたから、すごい画期的やなって思いました。でこちらお値段についてなんですけども、幕開けっていうサイトで現在販売されております。幕開けさんはどういうサイトかっていうと、要はクラファンサイトみたいな感じのものやねんけど、形としてはプロジェクトを応援して金額に応じて
じた返礼品をもらうっていう感じのものやねんけど、実質的に考えるとね、これ予約販売サイトだと思っていただけたらと思います。そういう使い方されてる会社さんばっかりなんで、まあだから幕開けないよね。要は日本で発売しますよっていうところで、要は予約販売サイトとして幕開けさんを利用されてるっていう感じのことになっております。なので返礼品っていう名前になるんですけど、幕開けっていうのはクラウドファンディング、クラファンサイトね、の中ではめちゃめちゃ大手のサイトさんです。要はなんか楽天みたいな感じ、まあそういう大手のサイトさんで購入ができるよって思っていただけたらと思います。概要欄にリンクがありますので、気になった方はねちょっと見に行っていただけたらと思います。なんかね、多分やねんけど、まあ、カッサ単品もしくはカッサとバームセットとかなんかいろんなセットがあると思うので、気になった方はねそちらからチェックしてくださったらなと思います。この間ね、この間ってこの動画が出る頃はもうちょっと先かなと思うんですけど、撮影してんのは6月なんですね。前にさ、アンドロージーさんのフラッグで EMS のマッサージのやつ、血行を良くするやつっていうのもあって、それ EMS っていうのはまた違うアプローチで血行を良くしましょうっていうことやねんけど、あれめっちゃ気持ちよかったんやんか、すごいいいなって思ってんけど、でもさ、使えるところが要は首周りに限られるじゃないですか。で、EMS って物理的に電気でこう収縮するような感じのものだったりとかするので、昔さ、これで腹筋割れるみたいな感じの EMS もあったけど、あれはちょっと違うねんね。要は腕を自分でこうやって、なんか重たいもの持ってこうやって動かすから腕細くなったり腕に筋肉ついたりとかするやん。やねんけど、これが他人にこうやって動かされとっても何もならへんやんか。それと一緒で、 EMS って電気の力で自動的に筋肉をギュッギュッてやるから、それで例えば筋肉がついたりとか、あと痩せたりとか、そういうことは多分ですよ、多分ですけど一切しないと思うんですね。やねんけど、ホットタブのあれっていうのは筋肉を自動的にギュンギュンってすることで、そこに走ってる血管っていうのを圧迫したり開いたり圧迫したり開いたりこう刺激するやんか。あとプラスパッドがあったかいやん。これでまあ血行が良くなるっていうものだと思うんですね。だからそういう血行を良くしたいっていう意味やったら EMS ってまあ意味があるんかなって私的には解釈してるんですけど、筋肉とかは全然つかんし痩せはせんけどね。ただカッサの場合はそのプレートを温かくすることもできるし、物理的にさポカポカしてるお風呂の中でやったら効果的やったりとかするし、例えばエステの送信とかって、要は痩せる体とか言ってね、送信の施術を受ける場合ってさ基本マッサージやんか。やっぱりさ凝り固まった脂肪細胞であったりとか、そういうのをもうとりあえず揉みほぐすことから始めたりとかするじゃないですか。まあそういう意味でマッサージっていうのは血行を良くするプラス、まあ、例えば足先であったりとかね、末端までしっかり血液を送ってあげるっていうことプラス、脂肪細胞もねちょっとこう揉みほぐしてこう緩めてくれるみたいな感じのイメージが私の中でございまして、で例えばエステでむくみ取りであったりとか送信であったりとかの施術を受けますとかやったら満タンに飛んでいくわけやんか。で考えたらお風呂の時に唯一ね背中とかはちょっとやりにくいというか物理できひんやん、なんか届かんかったりとかする人もいるやろうから、まあ、そういう部分はあれやけど、ほとんどの体の部位、手が届く部位っていうのは自分でできちゃったりとかするから、でこれ以上薄すぎたら多分刺激がありすぎて痛い、でこれ以上分厚すぎたら刺激がなさすぎてなんかマッサージにならへんとか、なんかそういうのあると思うんですけど、しっかりとしたカッサを使うっていうのはすごくいいかなってちょっと思いました。あとローラーね、動画の中でもちょっとお話ししたと思うねんけど、ローラー、ボコボコのローラーがついててさ、足にパコってはめてこうゴロ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 ってしてマッサージができるよみたいなやつってあるやんか。あれ一見さマッサージできてるようで、ローラーのボコボコで圧をかけてるだけないやんか。だから全然こう揉みほぐしにはなってないよね。動き的に言ったらこれだけやん。このローラーが通るところをトト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 ってしてるだけやんか。これやったら全然揉みほぐしにならへんから、こういうので肌を滑らせることで中のこのこっている部分、カチカチになっている例えば脂肪細胞であったりとか、そういうところにアプローチしやすくなると思うねんね。であと足裏はもう確実にこれ、もうこれめっちゃ使える。足の裏ってこんなにへっこむんやって思ったびっくりした。グリグリって押すやんか、ほんならしばらくちょっとへっこんでんねん。足の裏ってこんなへっこむのと思って、でいろんなところをつぼ押ししてんけど、なんかさ足の裏のつぼ押ししただけでちょっとなんか体調良くなったりとかする方もいらっしゃったりとかするやん。顔色が良くなったりとかさ、それこそ血行が良くなることでいろんな面で良くなるみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。そういうのにもバリバリ使える、マジで。だいたいさつぼ押しのやつってなんか棒状の先っちょがなんかそんなとんがってない棒みたいなやつでグリグリってやったりとかすると思うねんけど、これハンドル
ついてるからめっちゃ入れやすい。だからもう足の裏のツボもさ、もうどこのツボか分からへんけども、いろいろ押しまくってるし、なんかいろんな意味ですごくね、お風呂上がりがねすっきりするから、カッサはねすごくいいと思います。まあ私はね、このプレートすごい使いやすいプレートご提供いただいて、今回使わせていただいてんけど、めっちゃ良かったし、まあいろんな形状のプレートがあると思うので、なんかお気に入りのやつね見つけられるのもいいかなと思うねんけど、ただまあなんか例えば雫型になっててさ、つぼ押しはできるけど、例えばこういう動きはできひんとか、いろんなやつがあったりとかするから、そういうのはねご希望のやつでお試しいただけたらなと思うねんけど、カッサに関してはすごくいいですね。ちゃんとね、あの体のメンテナンスもそうなんですけど、なんていうかな、隅々までねしっかりこう手をかけてあげるというか、自分の体をそこまでねしっかり管理してあげることって私何年もしてないから、もう10年以上してない。なのでね、なんかいろんな意味でね、なんか希望が持てました。足もしかしたらもうちょっと細くなるかなとかさ、この凝り固まった脂肪がさ、でもねちょっとつまめるぐらいまでは柔らかくなってんやんか。だからそれでちょっと痩せやすくなったかなとか、このまま私肩太りのまんまね、例えば食事制限したって絶対痩せへんと思うねんやんか。だからダイエットも、例えば食事制限ある程度しますよっていうことをやったとしても、なんかマッサージと併用の方がええんちゃうかなってちょっと思いました。物理攻撃と、あと食事制限と、まあ、運動とみたいな感じでさ、ダイエットって結局突き詰めると、例えばリンゴダイエットとか、なんかいろいろ昔流行りましたよ。私リンゴ酢ダイエットね、この間しましたけどなんか一個だけダイエットっていうのをすごくしたくなりがちやねんけど、人間って、まあ特に私ですね、特に私なんだけど、そうじゃなくって、いろいろ併用、物理となんかと運動とみたいな、なんかそういうのってすごい大事やなって思いました。まあトリマね、すごい体がほんと柔らかくなった。あとなんかね、足がむくみにくくなった気がする。なんか足痛くなったりとか、例えば腕痛くなったりとか、最近ねちょっとクーラーつけてたりとかすんねんけど、そうするとなんかちょっと冷えてさ、なんか痛だるいみたいな感じに前までなってたんですよ。やねんけど、血行が良くなったせいか、割とね足先とか手先までポコポコしてる気がすんねんね。まあそれもさ、なんか季節もあるし、たまたまなんかもしれへんけど、なんとなくやねんけど、全体的に効果を感じているので、私的には。なので年末にかけてね、今から年末ってさ半年ぐらいあるけどさ、とりあえずお風呂のたびにマッサージっていうのをこれからもがっつり続けていこうかなって思いました。いや、カッサはマジで良かった。やりすぎは良くないですよ、なんでもね。やりすぎはほどほどっていうのが一番ですけど、ニュルニュルにさえしたら肌にはほぼノーダメなので、ちょっとカッサ一時期やってたけど今なんか全然やってないなっていう方もね、気になってたけどどうかなって思われる方もね、一回やってみるのもいいんじゃないかなって私的に思います。特に肩太りの方、私と同じ方にはとってもおすすめでございました。なんかちょっといろんな話したけど、今日はこのあたりでということで、まあ、いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。